皆さんこんにちは、ももです。本日はじゃーん、グレイルで12000円分の夏から秋まで着れる洋服たちをね購入したので、今日はねご紹介していきたいと思います。で今回グレイルで購入した洋服たちは、私が骨格ストレートなんですが、骨格ストレートさんにね合うような洋服をね結構ピックアップして、購入してみたので、早速ね着ながらご紹介をねしていきたいなと思います。今回も安くてめちゃくちゃ可愛くて着回しがねすごくしやすいアイテムたちがたくさんあるので、ぜひ最後まで動画を見ていただけると嬉しいです。今回ワンピースが3点、トップスが2点、ボトムスが1点の合計7点をねご紹介していきたいと思います。じゃあまずはねワンピースの方から紹介していこうかな。じゃあまず1着目はこちらのレースワンピース、色はオレンジでサイズは M サイズ、価格は2399円でした。このワンピース骨格ストレートさんにはねすごくねよく似合う形だなと思ったので、ちょっと今回これを購入してみました。オレンジというカラーではあるんですけれども、結構ねオレンジといってもほとんどあのブラウンに近いような色味になっているので、まあ、これからの秋にも、かけて着ていけるような感じのワンピースの色味なんじゃないかなと思います。全部ねレースになっていて、ちょっと透け感もあるような感じなので、結構ね女性らしく着こなしもねできるんじゃないかなと思います。このワンピース1枚で決まってしまうので、すごくねこうでも楽ちんなんじゃないかなと思います。いやこのワンピースねめちゃくちゃ可愛いと思います。カラー展開もいろいろあるんですけど、個人的に今秋まで着るってなったら私はこのカラーの方がおすすめです。これさ可愛くない？そしてさ、しかも今のこのオレンジメイクとかに合わせるとすっごくよく似合うワンピースなので、まあブランリップだったりこういうオレンジメイクの時とかに合わせてこのワンピースはね今後着たいなと思います。続いてが裾レースインナー付きワッフルニットワンピース、カラーはベージュでサイズは M サイズ、価格は2799円です。このワンピースグレイルの公式サイトで結構ね上位の方にランクイン結構してるワンピースだったので、ちょっと試しに私も気になって購入してみました。色はねベージュなんですけれども、どちらかというとあのピンクっぽい濃いベージュ、ピンクベージュ寄りなので、あの完全なこうベージュカラーではないかなと思います。これね中のインナーさえ変えれば本当ニットだけ着ることもできるし、この別に入っているインナーを着ると裾の部分がねレースがちょっとちょい見えして、ちょっと女性らしい感じにも着こなすことができる、まあ通常は私は着れるんじゃないかなと思います。素材はねニットなんですけど、ワッフルニットになっているので結構透け感があります。なのでまあ、夏でも、まあ、割と着やすいタイプの、素材なんじゃないかなと思います。ただこれねウエストの部分が、まあ、わざとこうストンとなってるアイテムではあるので、ウエストマークをちょっとキュッと出したいっていう人とかはあの別でベルトとかをつけてあげると少し腰回りもより引き締まって見えたりするかなと思うので、アレンジ次第ではあのいい感じに着こなすことはできるんじゃないかなと思います。続いてのワンピースはこちらです。リボン付きフレンチスリーブワンピース、カラーはブラックでサイズは M サイズ、価格はなんと1399円でした。このニットワンピースモデルさんが着てるのを見てめちゃくちゃ可愛いと思って買ったんですけれども、あのサイズ M サイズにはしたんですけど、私が着ると結構ピチピチでしたね。私基本的にグレイルの洋服 M サイズを買うことが多いんですけど、他の M サイズに比べるとこのワンピースちょっと作りがより体のラインにピタッとこう密着するような感じのデザインなので、もしかしたら人によってはワンサイズ上の方がちょっとゆったりして着れたりする場合もあるかもしれないです。このワンピースかなり体のラインもしっかり出ますし、鎖骨の部分もね V ネックになっていて、デコルテがすっごく綺麗に見えワンピースなので、骨格ストレートさん向きのワンピースの、まあ、デザインなんじゃないかなと思います。ただ見ていただいたら分かるかなと思うんですけど、生地はかなり薄いです。場合によっては下着とかが透けてしまう場合があるので、中のインナーをよく考えてきた方が良さそうですね。まあでもこの薄さなので、まあ、夏に着ても暑苦しくはないかなと思います。ただちょっと透け感が、まあ、あるから、中のインナーは黒とか、まあ、そのこのワンピースのカラーに合わせた方が目立たないんじゃないかなと思いますね。中のインナーはちょっと気をつけてきた方がいいかなと思いました。続いては、こちらのスクエアネックリブニットトップス、カラーはグリーンで
サイズは M サイズ、価格は1299円です。私ね、グレールで毎回購入するのはこのこういうグリーンカラーを必ずチョイスするんですけれども、あのね、グリーンカラーってすっごく大人っぽくおしゃれにも見えるし、なんか肌がね綺麗に見えるような気がするんですよ、グリーンカラーって意外と。でこれからの、秋にかけてもすごく着れる色味なんじゃないかなと思って、最近私ねアボカドにめちゃくちゃハマっていて、あのアボカドメイク、アボカドカラーのメイクとか、カーキーメイクとかあるじゃないですか。そういうのに合わせてこのトップス一緒に着たいなと思ってこれを購入しました。で、リブニット素材なので、もちろん秋までしっかり着ることもできますし、今の時期の夏でも、全然着れる素材かなと思います。そしてこれ嬉しいのが、首元の部分、このデコルテの部分がねすっごく綺麗に見えるので、あの首が詰まってないのでかなり着やすいニット素材の半袖かなと思います。トップスかなと思います。なんかちょっとたまに日本語がおかしくなりますけれども、これもね体のラインが結構ピチッと出るようなトップスでもあるので、骨格ストレートさん向きのトップスなんじゃないかなと思います。これは結構体のラインしっかり綺麗に見えるのでおすすめですね。続いてはね、このリブニットに合わせて一緒に着たいなと思ったボトムスがあって、こちらですね、ベーシックワイドパンツのカラーはオフホワイト、サイズは M サイズで、価格これでなんと1299円です。めちゃくちゃ安くないですか？私実は骨格ストレートではあるんですけど、腰回りあたりがちょっとウェーブも持っているので、腰回りのボリュームが結構あるんですよ。なのであんまりこうズボンとか着こなせる自信がなくて結構避けてたんですけれども、この間骨格診断行った時に、あのこういうワイドパンツだったらすごく似合うよって教えていただいたので、ちょっとねこのワイドパンツだったら似合うんじゃないかなと思って試しに買ってみたんですが、すっごく良かったです。これね本当にこのお値段でこのクオリティっていうレベルでびっくりしましたね。かなり形も綺麗ですし、このねリブニットと一緒に合わせたらめちゃくちゃ大人っぽいコーデが完成できちゃったので、あのぜひね、あのこのセットで購入してみてください。あのめちゃくちゃ可愛く仕上がるかなと思います。そして続いては今これ着ているトップスの方をご紹介していきます。V ネックのウエストシャーリングトップス、カラーはオフホワイトで、サイズは M サイズ、価格が1299円です。このねトップスもグレイルで結構上位にランクインしているアイテムだったんですけれども、カラー私すごく迷いました。これまでグリーンがあったんですけど、ホワイトの方がこれ結構着回ししやすいかなと思ったので、こちらを購入しました。こちらのトップスも骨格ストレートさんにはかなり似合うアイテムなんじゃないかなと思います。首元の部分が結構深めの V ネックで、袖の部分がねタフになっているので、腕周りもしっかりと隠してくれますし、そしてウエストの部分がねキュッとなっていて、ちょっと短めのトップスなので、ハイウエストのズボンだったりハイウエストのスカートと一緒に合わせて着てあげるとめちゃくちゃスタイルがねよく見えるアイテムなので、私はこのトップスかなりお気に入りになりました。もしねグレールであのトップスどれがいいかなって悩んでる方いたら、このトップスはねかなりおすすめです。そしてね私このトップスと合わせて一緒に着たいなと思ったアイテムも一緒に購入しました。それがフロントスリットフレアスカート、カラーはアイボリーで、サイズは M サイズ、価格は1999円です。こちらのフレアスカートもグレイルで上位ランキングに入っていたアイテムだったんですけれども、こちらのスカートは、骨格ストレートさんにかなり似合いそうなスカートだったので、今回私はこれをチョイスしました。ウエストの部分はキュッとなってるけど、あの裾がねふわっと広がっているのでかなりスタイルがよく見えます。このトップスと一緒に合わせて着るとですね、本当にスタイルがねめちゃくちゃよく見えるし、全体的に大人っぽいねデートコーデとしてもねいけそうな感じかなと思いますので、この組み合わせ、カラーはね自分のお好みのものでいいと思うんですけども、上がねトップスグリーンでも私可愛かったかなと思います。でもねこの組み合わせ超お気に入りになりました。はい、というわけで今回グレイルで購入した商品の合計がですね、合計7点で12493円でした。7点買って本当12000円でこんだけ購入できちゃうって、本当にグレイルって毎回本当安いなと思いますね。で今回私が購入したアイテム、もうどれも
正解でしたね。本当に買ってよかったなと思うアイテムばっかりで、かなりおすすめのアイテムが多かったかなと思います。今回ご紹介したアイテムはほとんど秋まで着れる洋服だと思うので、まあ、少しでもね参考になれば嬉しいです。ちょっとね最近ねダイエットが順調に、進んでいる感じではあるので、洋服着るのもねだんだんと楽しくなってきました。まあ、まだまだ完成形ではないですけれども、ちょっとずつちょっとずつね絞っていて、もっと洋服をねかっこよく着こなせるような体になりたいなと思います。はい、というわけで最後まで動画を見ていただきありがとうございました。この動画がいいなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。そして私は Twitter と Instagram もやっていますので、よかったらぜひチェックしてみてください。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。